仮面キャプテンお疲れ様でした。お疲れ様です。今日久しぶりにあの観客の皆さんの前でプレーしたということで、どういう気持ちでしたか？あの本当試合前からみんなワクワクして、あの試合に臨んだんですけど、まあ、結果はあの負けてしまいましたけど、次につながる試合になったかなと思います。本日もインスタライブで今日はマックス300人見ていただいてたんですけど、あのたくさん応援いただいてました。ファンの皆さんにメッセージお願いします。まあ、約1ヶ月後にトップリーグ開幕すると思うんですけど、あのそこまでにしっかりレベルアップして、あの勝利を届けられるよう頑張りますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。